小坂大魔王は日本のお笑いタレント、DJ、音楽プロデューサー、AVX マネジメント所属。妻はタレントの安江ひとみ。お笑いトリオコンビ、底抜けエアーラインの一員として、ボキャブラ天国などの番組に出演。その後はお笑いと並行して音楽活動を行うようになり、2016年には歌手、ピコ太郎に分して、 ペンパイナッポアッポーペンを歌う動画が動画再生回数が1億回を超えるなど話題になり、PPAP などの楽曲は世界134カ国で配信されている。青森県青森市出身。青森県立青森東高等学校卒業後、お笑い芸人を目指して上京、日本映画学校に入学し、そこで出会った二人とお笑いトリオ、底抜けエアラインを結成。 当時は、ホリプロコムに所属していた。2003年9月から、お笑い活動を休止し、テクノユニットノーボトムの活動に専念。音楽性を追求するため、2005年10月11日に、ホリプロコムを退社、ユニットも NBR に改名。NBR として、クラブイベントプロデュースや、個人でも、ミヒマル GT のアルバムライブツアー参加のほか、 鈴木亜美などの楽曲リミックスを手掛ける。2008年からは音楽活動での行き詰まりからお笑い芸人としての活動も本格的に再開。近眼のためメガネをかけていたが視力強制手術を受けて視力は回復している。その後はどのない伊達メガネをかけている。二千十年三月十三日単独お笑いライブ、いいえ、昔からめんどくさい男です。 を開催、青森市観光大使を務める。2016年に小坂がプロデュースするピコ太郎の動画、ペンパイナッポアッポーペンが話題となり、日本国外のメディアにも取り上げられた。詳細は、下記のピコ太郎の項を参照。2017年8月3日、タレントの野生瞳と,との結婚を発表。 2018年6月17日に第一子女児が誕生し、同年10月18日にイクメン・オブ・ザ・イヤー2018の芸人部門を受賞。2020年6月17日、安江の第二子妊娠を報告。10月27日、第二子女児が誕生。2019年5月16日、東京ドームで楽天スーパーナイターとして行われた。 パシフィックリーグ公式戦、東北楽天ゴールデンイーグルス対北海道、日本ハムファイターズにおいて、始球式を務めた。イーグルス大好き芸人との紹介を受けて登場し、投球前に、今日のテーマは試合を遅らせないことと挨拶。速やかにマウンドに登って投球した。同期のクリームシチュー、上田晋也と仲が良く、上田は様々な著名人に小坂を売り込んでおり、 アカシアさんまに日本一面白い奴がいます。小坂って言うんですけど、と紹介したところ真顔で、俺よりおもろいい,いんかと返された。2005年には上田とのコンビでラジオパーソナリティを担当。2006年からは上田の冠番組上田チャンネルにレギュラー出演している。バナナマンは M2 カンパニー時代の後輩にあたるが、小さな事務所であり、芸人も、 あまりおらず、したらみつると同い年、日村祐樹は一切上のため、友人のような関係。バナナマンからは、本名の和人から、カンと呼ばれている。爆笑問題の田中裕二とは、温泉旅行に行く中、趣味はバイク。芸については、大田光や土田照之など、芸人仲間からは、その笑いの才能を、絶賛されていると語っている。田中は小坂を、 学野新内の代表選手みたいな人と表し、学野では誰よりも皆を笑わせるんだけど、本番ではそれを一切発揮できないと語っている。一方で、学園祭などの営業でネタを見て、つまんないと言ってきた学生に詰め寄って、ええ何何今なんて言ったつまんない君の方が面白いの。じゃあ面白いこと言って。点二一。はい。 言えない。言えないと言って煽ったり、飲み屋で騒いでいる、大学生に向かって、プロの前ではしゃぐな、と激怒するなど、エリート意識が高く大人らしからぬ言動を取ることも、多々ある。そこのケアーラインとしての活動後期は、すでにテクノを取り入れた音楽コントを展開していたが、当時影響を受けていた電気グルーブの石の卓球に、そのコントの感想を聞きに行ったところ、止めた方がいいですね。 とあっさり言われた小坂は、卓球さんから言われたら、本当にやめなくちゃいけないじゃないですか。と言っていた。その一連の流れは当時番組で放送していたため、それを見ていた視聴者の中には本当にその卓球の発言が原因で、底抜けやアラインが解散したのかと思っている者も,もいる。人懐っこい、コマ王という名前の猫を飼っている。コマ王は田中雄二から譲り受けた。 小坂曰く、小魔王は、会話ができるとのことで、パソコンのキーボードを踏んづけて、にゃーと入力したこともあったという、芸人界きってのアイドル好きを自称。日本放送で、小坂大魔王のアイドルクラブというラジオ番組を持っていた。2013年から、アイドルユニットアイドル妖怪川わゆをプロデュース。マックス、桃色クローバー Z、電波組、インク、ベビーメタル、 モーニング娘。などのファン。小学生の時は本気でプロレスラーになりたく、小学6年生の時はすでに体重100キログラムを超える体格にしていた。その6年生の時に地元青森に来ていた新日本プロレスの大会を見に行き、その場で弟子入り志願のつもりでアントニオイノキの目の前で土下座をした。そこで貯金になりたいのかと言われてなりたいです。 と答えると、チョキに背中を叩かれて、痛いかと聞かれ、小坂は声を絞り出すように、い、痛いです、と答えると、痛いか。じゃあやめろとチョキに言われ、これがきっかけで、プロレスの道を諦めた。また、P モデルの平沢進むがイボハンショウの名義で、聴衆力に提供した曲、パワーホールを、小学生時代に聴き、ああいうピコピコをとって何なんだろう。 子供ながらに思うようになり、ゲーム曲なども好きになった。三人兄弟の次男。小坂自身 186cm の長身であるが、兄 186cm、弟 184cm と、兄弟も揃って長身である。学生時代はブラスバンド部に所属。長男は上田チャンネルにもたびたび登場している。兄弟三人でお金を苦面し、 朝日放送制作、テレビ朝日系列で放送されている大改造。劇的、ビフォーアフターの有名人の実家リフォーム相談スペシャルに、父が雪下ろしで揚げから転落しないよう、実家をリフォームをしてほしいと応募。暗住空間の探求者である、本間隆史を招き、豪雪地帯青森市にある老朽化した実家をリフォームした。テレビラジオネット配信ピコ太郎は、小坂が憤する。 シンガーソングライター。ただし、小坂自身はプロデューサーであり、ヒコ太郎とは別人という設定で活動している。ユーチューバーとして2016年8月、動画投稿サイト YouTube 上にペンパイナッポアッポペンを投稿して、以降、世界的なヒットを見せている。PPAP-2020 は、日本ユニセフ協会ユニセフ東京事務所が推奨している。 キャラクターのプロフィール上では、1963年7月17日、生まれで2021年11月現在は58歳で、あり、小坂大魔王のちょうど10歳年上。千葉県出身のシンガーソングライターであり、新婚で25歳年上の妻がいるとされる。血液型は A 型。単髪のかつらに、パイソン柄の服置き、氷柄のストール。 サングラスをかけた風貌をしている。尊敬するシンガーは、スティービー・ワンダーや、マライア・キャリー、石川さゆり、アンリなど。また、ジャスティン・ビーバーには恩を感じている。2016年、前述の通り、テンパイナッポ・アッポーペンを歌う動画が、動画再生回数が1億回を超え、話題となる。同曲の世界的ヒットの理由を、中国の共同情景が分析をしている。 同志によれば、そもそもうチェンジレベルでも真似ることができる、シンプルさがベースにあり、カップル動画や双子ダンスなどを生んだ、動画編集、投稿アプリ、ミックスチャンネル等におけるノン君を代表とする、素人のカワードが、やってみたがムーブメントをジャッキし、ファッションリーダーでもある、人気芸能人の真似や評価が、注目度を集める、スター効果が加わって成功したとしている。しかしこれは、 日本のみで流行したリズムネタと同様の経過である。日本語で構成される他の日本のリズムネタとは異なり、英語歌詞で構成されたことで、やってみた段階で、英語圏の旧ギャグがスター効果においても、同様に英語圏のジャスティン・ビーバーが参入し、世界的な展開を見せた。2011年1月15日、小坂の第2回単独ライブ、だから、昔から、 めんどくさい男ですにおいて、ピコ太郎が初登場した。2015年3月8日、トーマックスプレゼンツ第7回東日本応援チャリティライブにいわきに、小坂大魔王として、ピコ太郎の紛争で出演し、PPAP などを披露した。2016年3月19日、小坂が準レギュラー出演している仙台放送、あらあらかしこのコーナーの一つ。 小坂大魔王のおしゃべりブログにピコ太郎が出演し、PPAP をスタジオで初めて生演奏した。そのまま小坂に代わってピコ太郎がコメンテーター席につき、収録が続けられた。8月25日、自腹で制作したペンパイナッポアッポーペンを YouTube 上に公開。小坂と親しい AAA、リサ、サイレントセイレーンらにリンクを貼って知らせたところ、 拡散され、ミニブログ、ツイッターや日本国内の女子高生などに、人気の動画編集、投稿アプリ、ミックスチャンネルにおいて、元動画を模倣したカバー動画のアップロードが相次ぐようになり、シルバーウィークには特に盛り上がりを見せた。9月21日配信のネット記事では、元動画の再生回数が60万回を超えたと、報道された。9月24日には、 NMB48 のメンバーにも人気とのネット記事があった。再生回数は9月25日の記事では100万回声を伝えた。英語圏ではソーシャルメディア、旧ギャグで動画が共有されて広がった。日本でシルバーウィークが終わった翌日の9月26日、タイムが一気に拡散されることを意味するバイラルとの言葉を使って、 ネクストバイラルヒットかもしれないと表現した。翌9月27日、ジャスティン・ビーバーがツイッター上にインターネット上の私のお気に入り動画と紹介したことから、同日中に BBC よび CNN も取り上げ、元動画の再生回数は9月29日18時時点で一気に936万回を超え、10月4日時点ではその倍以上の1900万回を超えた。 YouTube の週間再生回数ランキング、ミュージック全世界トップ100では、集計期間、9月30日から10月6日において、関連動画を含めると累計1億3400万回に、上り、2位のザ・チェーン・スモーカーズの、クローサーの7050万回にダブルスコア近い差を、つけて、世界1位になった。同ランキングにおいて、日本人が、世界1位を取るのは初めてである。 10月7日にペンパイナッポアッポーペン他4曲を世界134カ国で配信リリースした。同日、旧ギャグのアマに登場した。10月12日時点で元動画の視聴数は4000万回を超えた。10月14日に初めての全国放送に出演した。10月19日、アメリカのビルボードソングチャートにて2016年10月29日の週で 初登場77位を記録したと発表された。これは日本人として松田聖子に次ぐ26年ぶり7人目のチャートインである。また、ビルボードにチャートインした最も短い曲として、ウィメンフォークのリトルボックシズが持っていた1分で2秒という記録を52年ぶりに塗り替え、わずか45秒の曲でチャートインという新記録を打ち立てた。10月28日、 日本外国特派員協会に招聘されて記者会見がなされ、その席でペンパイナッポアッポーペンがギネス世界記録に全米ビルボードトップ100に入った世界最短局として認定されたことが発表された。元動画の視聴数は12月20日時点で1億回を超えた。11月18日、YouTube にてセサミストリートのキャラクターであるエルモと クッキーモンスターとコラボレーションした動画が公開された。世界的アーティストとのコラボを重ねてきた同キャラクターと共演した日本人アーティストはピコ太郎が最初であり、2019年現在、コラボを行った唯一の日本人である。ランキング、再生回数 2, 5, 7,、2、505,0007,510。 零零零十二、五百一万五千九、九十六二十三三十九、七十四二十一二十八十一、四十一十八二十五二千十七年三月五日、ピコ太郎パプトイン日本武道館開催。シンガーソングライターピコ太郎の初武道館公演となった。ゲストは、サイレントセイレーン、マスズシ三人前、リサ、高須勝次バクチュー問題、ダニーメタル、 ダニーメタル、イタリアのユーチューバー、モリッツ、ガース、五木博ろ東京スカパラダイスオーケストラ。前説は、上田真也、国立劇場、高田信彦に奮した、有田鉄平。エレキパーカッション演奏は、ピコッツァ、鈴木、ゼブラーノ。9月30日、外務省より、SDGs 推進大使を委嘱される。7月に、ニューヨークの国連本部で、 PPAP の SDGs バージョンパブリックプライベートアクションフォーパートナーシップを披露し、国際的に日本の顔としての活躍を期待し任命された。10月6日、ウガンダ共和国より、ウガンダ観光大使をヨエリムセベニ大統領より任命される。2018年2月22日、三重県、神奈川県などの地方自治体が主催する日本忍者協議会が、 ピコ太郎をアジア PR アンバサダーに起用。アジア圏で抜群の知名度を誇るピコ太郎に日本の伝統でもある忍者を普及してほしいという理由にて就任要請し登壇。4月22日、外戦ライブとして国運指埼玉新都心にて単独フリーライブを開催。日本では約1年1ヶ月ぶりのライブになり約3000名が来場。モノクロと制作した。 ベジタブルを初披露した配信シングルアルバムその他テレビアニメ音楽番組 CM ピコ太郎に関するカテゴリーありがとうございます。